それでは次の講演に移りたいと思います。次の講演者は、大阪府立寝屋川高等学校の田頭治先生。講演題目は、確率分布と統計的な推測、指導実践報告です。では、田頭先生、よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。えー、例えば、紹介に預かりました、えー、寝屋川高校に参りました田頭と申します。本日はこのような場でお話しさせていただく機会を設けさせていただいた金信先生はじめ、関係者の皆様どうもありがとうございます。 私の自己紹介からということ、宮、まあ、川高校からえーとまあ、ったわけですが、えー、と大学は大阪府立大学の工学部、数理工学科、も今はもう統合されて、そういった学科はなくなってしまったんですけども、そこの第一講座といって、応用数学、数理、統計学ではなく、数理、えーと、生物学というか、そういった数学の微分方程式をモデル化するといった、そういったことを 研究している分野で、そのちょうど隣の講座の第2講座が、統計学の講座で、えー、学部の1回生、2回生の時に、えー、長尾先生というふうに確かおっしゃったかと思います。あのこの機会をいただいた時に、もし長尾先生のこう関係の方がこの場におられてですねあの、あの時しっかりと統計学を勉強していたら、もしかしたら今日の講演でいろいろ伝えない部分があるところも、 えー、しっかりとしたお話ができたにもかかわらず、その当時、あの、勉強をサボってものですね。なかなか、あの、そこまでありたなるところがあるんですが、まあ、この、まあ、高校教員になってから、えー、まあ、今、宮川高校で勤めているんですけど、その前の学校で勤めていたときに、えー、統計学を、おまあ、生徒に教えるといった機会があったところから、えー、まあ、数年経つわけですけども、その、まあ、経歴の中で、 えー、だんだんとまあそういう,こうデータサイエンスの流行りの部分が出てきたりとか、実際数学 B での選択で、えー、共通テストなんかはもう、一部後ろにあったものが前に来るんだとか、まあ、そういった関係からまあ学校でもしっかりと指導していこうといった、そういう機運が高まってですね、まあ、そういったことから、このまあ10年ぐらいのことを少しま,ああのまとめてみようかといったことから、えー、去年あのこういったことをまとめた発表をさせてもらったときから、 またさらに、えー、本校での取り組みなんかを真面目なお話をさせていただいたときに、えー、ご聴衆の皆さんから、もう少しこうした方がいいんじゃないかとか、あの特に先ほど、近藤先生の話もあったように、の言葉の使い方でもう少しこういうふうにした方がいいんじゃないかといったことをご教示いただけたら、ありがたいなと思って、まあ、この機会でまた勉強させていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 はいでは、えっと今日の発表なんですが、まずあの、本校の紹介をさせていただいた上でえで、ー、今言ったようなことの、えー、流れを簡単に説明させて、えー、もらった後本校での指導の位置づけであったり、えー、特に、まあ、共通テストに向けたあの講習の指導の中で、もうポイントをつかんだところだけといった指導で、こんな風にしてましたといったことだったり、あと、まあその、共通テストだけじゃなく、教科書の指導の中で、えー、我々教員で、まあ、難しいなと感じた部分であったりとか、 えまあ政党にとってみてどこがまあ分かりにくくてどういった部分からつまずき始めるのかといったところをお話しさせてもらった上で今後の我、えー、まあ教員としてのえここを指導していく上でまあ注意していきたいと思っているところをえお話しさせていただけたらというふうに思っております、はい、ではまず本校の紹介なんですが、えー、と創立112年を迎える伝統校で えー、もしかしたらこの,この関係者の中にあのこの卒業生の方もいらっしゃるのかもしれませんけども、えー、と今の,の、えーチの校舎のままそのまま残っております多分大阪府立の学校の中で一番古い建物なんじゃないかなというふうに思います、えー、もう勇敢を歩けばギシギシとなりますしもうドアとか窓ガラスも まあ、いわゆる既存のものでは対応できない、あの割れてしまった特注でというような、そういうもう映画のセットのような、まあ、校舎の作りが残っておりまして、でも実は、えー、っと、再来年度からですかね、令和7年度から、えー、改修というか、もう全面的なあの建て替えというのが予定されております。えー、ぜひ、まああのご縁のある方は、あの、あと2年でこの校舎なくなってしまいますので、また足を運んでいただけたらいいかなというふうに思っております。はい。で、本校の理念とかも、 教育方針とかも書いてある通りなんですが、現在、全後期の2期生で、1時間あたり、1時限あたり65分の授業、えー、講座は年間4回というふうな形で、あの、進んでおるんですが、来年度から、これも変更ということで、えー、元来の3学期生に戻して、定期講座も5回ということで、まあ、細かく学習の到達度を図るような、そういう形で、あの、変革をしようというふうに、えー、今、もう話が決まっているというふうなところであります。はい。 で、えっと、始めるということで、先ほども最初に話し、えっと、させてもらったんですが、えー、今、本校で、えっと、統計のその確率統計と言われる部分を、えっと、全体で取り組もうといったことをし始めたのは、全人口での経験が大きくてですね、その SSH の課題研究を取り組む前に、えー、まあそういう課題研究をするっていうことはまあデータを取って何か、まあ語ろうというふうなことをする際に、るいてそのデータに関するリタリシーを持ってた方がいいんじゃないかというふうなことから、 1>, 1年生の早い段階で、数学 B のある部分をしっかりと教えていこうというふうな、そういうふうな機会がありました。ただ、まあ、あの全日本は大手前高校なんですけども、すごく学力も高く、定期考査を実施する分野ではなかったんですが、それなりに関心を持ってやってくれる生徒も多く、ただ、まあ 積分を勉強してないなでどうしてもそのインテグラの記号を使う部分が出てくるんですが、まあ、だけにはもう先取りでそのことを知っている生徒もいたりとかで、まあ、楽しくそこは定期交差がないといったところもあるんですけども、前向きに取り組んでくれたかなというふうに思います。えー、ここにいらっしゃる 加賀先生がおそらくそのテキストをあの変遷されてですね、それをあの私が勉強させていただいたあの記憶があるんですが、まあ、今でもそれを、まあ、あの読ませていただきながらあの、まあ、勉強を進めているところです。でまあ、個人的にはそういった指導する経験を得れたことで、えー、特にね、その生徒たちどこでつまずくかといったことを最初にこの段階であの、まあ、知ることができたというのは次につながるその大きな経験だったかなというふうに思っております。 で、ほどなくして、えー、数学1にあにデータの分析が導入されました。えっ、ー、と、ここも、まあ、中学生の段階である程度あの、データのいわゆる度数分布表であったりとか、そういったことは、まあ、あの見てきているわけですけども、まあ、高校生でどこの程度までって言ったときに、まあ、最終的に相関係数まで計算できるようになりましょうって言ったことが目標だったかと思うんですが、まあんまりこう学校の中でもその時間をとってしっかりというよりも、小冊子を買わせて、 そこでこう、まあ、演習をし、まあ、ある程度詰めたら、もうそれでいいかというふうな形で、まあ、流してしまったようなところがあってですね、えー、もう少しそこでうまく、うん、学校で取り組んでいる SSH の絡みとかでデータの分析、もそこもというふうにつなげられたら、もう少しあの興味関心をうまく引き出せたのかなというふうなまあ反省もあったんですが、授業でもあ,あまりまあ深く扱わなかったということがありました。 はいまあ、そんなこんなで、あのちょっとこう、何ていうか、その本筋じゃない部分みたいな扱いをこちらがするがあまり、えー、統計学の、まあ、数学 B においては特にあの授業でも扱わないといった、そのデータの分析が導入されたタイミングではそういうふうな扱いであ,のありました。ただ、あの共通まあ、その当時はセンター試験というふうに言っていたんですけども、そのセンター試験の中では選択肢として一つあるわけで、それをこう、うん、解こうというふうにしたときに、 結構、あの、まあ、そこにあるベクトル数列と比べたときの話なんですが、えー、割と勉強する量についてはそこまで勉強しなくても、えー、まあ、こういう言い方したらあれなんですけどね、えー、その何回かこうドリル形式で、あの、訓練することで、えー、一定あの、ま、センター試験で出題される範囲でいうと、マスターできるなといったことがあったので、えー まあ3年生の後半になってから、まあ、そこをこう周知的に、えー、講習で組んでっていうふうなことを、えー、していきました。そうしていくとですね、生徒はやっぱり、いやそれだったらもっと早くからあの教えてもらいたかったっていう感想を持つんですね。あの数学的にこう証明しなくちゃならないところを全部すっとばして、公式的にこう仕込んでいくっていったことをしていたものですから、 興味関心が湧いてくると、やっぱりそこをね、こちらも教えたくなるというのもあるんですが、まあ、もうセンター試験目の前だしということであ、割愛しながらやっていったといったところで、えーと、まずそのちょっと話をさせていただいて、過去、まあ、センターテストでどんな形の出題が多かったかといったところが、あまあ、一番その、ね、指導のこう体系的にいろんなことを教えていくという中で、こことこことこことこうっていうふうな、そうかいつまんだところといったところは、 後々教科書で指導するときもあのすごく効いてくるところなんで、まあ、そこの話を先をさせていただこうと思うんですけどもちょっとシート飛ばさせてもらって、えー、っとその共通テスト、まあ、過去はセンターテストって言ってたセンター試験って言ったその対策の直前講習の指導ということでこんな形であの日取りを取って、えー、指導しました。えー 二項分布までって言ったところが、あ割とその自分で勉強す,するっていうか、まあ、教科書の指導するときもそうなんですけども、二項分布以降がやっぱりあの難しく感じる部分があって、それはまた後ほどちょっとお話しするんですけども、そこまではあの自分で勉強しましょう。で、そこから先を5日間ぐらい、えー、講習して、で、あと、ドリル形式でこうどんどんやっていくっていうふうな、まあ、そういう形であの指導をしていきました。で、そのときに先ほど言ったように、そのどの分野を こう、カイツマンでやっていくかって言ったときに、まあ、過去問なんかを見てみると、えーまあ二項分布からの正規分布、そして信頼区間というふうなことで、まあ、大体どの都市もそういった構成になっているんですが、まあ、時々、えー、違った過失形式の都市もあるんですけども、大体今この赤丸、青丸、黄色丸みたいなところを、えーまあ、パターンとして、えー、組まれているものを、えー、何度か練習することで、まあ、どの都市も 対応できるてただここ最近で言うと結構その出題形式についてはいろいろ工夫がなされていて対話形式になっていたりとか、えー、もっとこう何て言いますかねその公式だけじゃないその前のところでその推定に関わるまでの、うん、モチベーションに関わるような、うん、何をしようとしているかっていったことを奥とぶような選択肢があったりとか。 まあそういったあのことを聞いてきたりするというようなところでいうと、まあ、これまでの講習のようにはなかなかいかないのかなといった、まあ、そういったことをまあ感想としては感じているところです。はい。で、まあ、ちょっと簡単にパターンというか、その赤から青という、その二項分布から正規分布という流れのパターンみたいな話で、まあ、どういうことを仕込むかっていうと、えー、っと、まあ、まず確率のことちゃんと分かってますよねっていう話から、まあ、こう書いてある、その例えばこの枚数が A、枚数 A は半以上とすると。 この箱から3枚のカードを同時に取り出して、そのカードを横1にするこの思考に置いて、とか書いてあるんですが、まあ、その事象への起きる確率っていうのは、6分の1ですよね、とかいうふうな話をしてで、それがこの思考を180回繰り返すって言った瞬間に、はい、二項分布に従うみたいなことをまずあの認識させる。で、こう二項分布が認識できたら、平均とか分散の計算もこの180や6分の1からパッと計算ができて、えーまあ、数字が埋まると。 で、次にその18回以上36回以下起こる確率の近似値を求めてみようという話で、ここで正規分布に、えー、行くんですが、えー、その変数 y を z 変換という私は呼んでるんですけども、まあ、これが正しい用語かどうか、あのー、ね、正規、標準正規分、標準化するっていうふうな、そういうまあ変数変換を行うわけですけど、そこももうシグマ分の y 引 n でっていうのももうここの数値を代入することは申し込んでおいて、 で、えー、y が18から36以下が z にとってみればどんな範囲か、それを積分布を見て、はいっていうふうな、そういうふうなパターンです。えー、もうたいこういうふうな流れによって、この赤から青っていうふうなパターンで、えー、問題が構成されていることが多いんで、こういった練習をたくさんします。で、その後、まあ、また多いパターンとして、その推定のパターンなんですけど、えー、40人の抽出に対して、ボム、ボムさんが、えっ、ー、と、640かな。これ標準偏差にすると、ルートをとって、 ルート640なんで、その40人という、えー、とその標本のサイズですね、のルートを取ったものが、えー、その標本平均の標準偏差になるよって言って、これが4と計算できたら、えー、95%の信頼区間というのを見て、これも実際は、えー、95%だったら後ろの表を見てとか言って、そういう計算があるんだけど、もう1.96だっていうふうなことはもう仕込んでおいてで、それに4かけたものをプラスマイナスしたものが、信頼区間の幅になるって言ったそういうふうな。 あの訓練ですね、はい。まあ、そういう形でもうほとんどの問題がたいこう、計算としてはもう網羅できるっていうたことを、えー、やります。もちろん、これだけでは全然足りなくて、本当にこれはさ、あの、一番あの、まあ、王道の部分なんですが、そこからいろんな問題にこう発生していくというか、細かいことも聞かれることに対応していくような練習を積むっていうことです。でも、やっぱり、生徒、まあ、何をしているかっていうのが、まあ、全然最初のこの計算だけでは、 ななかなか理解できなくてで、その理解できない部分になあの教科書の勉強の際でも難しいという感じる部分が含まれていて、はいえっとまあ、実際それを学校全体でどの学年のどのタイミングで、えー、その指導を入れていくかといったことを議論したときに、えー、やっぱりあのインテグラルを扱うというその連続型確率密度関数の中で平均や分散を計算するときにそれが絶対含まれてきますから。えー 数学にの指導を終えたタイミングがベストだろううというふうな,あの話になります、えーまあ、なかなかその理系、文系っていったときに、えー、理系の子は数学が終わったらすぐに数3に入って前取りで、えー、仕込んでいきたいっていうふうなこともあるんですが、まあ、そこは意見の分かれるところで、えー、理系の子はまあそれでいって文系の子だけ先ちょっとこっちの確率統計の方をやりましょうかといった、まあ、そういったあの都心もあったりもしました。 まあ、とにかく数学2を終えてからじゃないといろんなことが、まあ、いろんなことで特に積分の部分はなかなか指導しにくいなといった話でそういうタイミングでやっております。で、まあそういった形で行うタイミングっていうのは、一定数学2の勉強も終えてるし、数学 A、B の学習ももうほとんど終えてるっていったことから言うと、 えーまあ、いよいよそこからあー鈴さんに入る子たちそしてそうじゃない時間帯で、えー、1a2b の復習をやりましょうって言った、まあ、そういう、まあ、時間が始まるわけですがこの確率統計の勉強をするっていう際に、まあ、この数学 A の倍の数とか確率のいい復習機会にもなったり数値のデータの分析のことを少し思い出す機会にもなったり、えーまあ、復習もうちょっと含まれるようなそういう分野になってるっていったことも 学校の中で全体でこれをやろうといった、まあ、一つのモチベーションになっているというふうなこともあります。で、ざっと、えー、時間数でどんな感じになっているかといったこともこんな感じで、まあ、大体10回分なんで、えー、定期交差1回分ぐらいの感じで指導しているというふうな流れがあります。 で、えっと、まず入り口ということで、そういった指導をする際にですね、まあ、その、まあ、こういう、まあ、復習になるよという話で今、重複してるんですが、えー、その、スタートの段階で、この分野を勉強する生徒に向けて、どういう、こう、この分野の学習動機というか、こういうことを勉強するんだよって言った話で、こういう例題を話します。まあ、数学 A で、 例えば、ね、インの裏表1分の1とか、サイコロの目が1で出るのが6分の1とかいう話なんですけど、実際6回やって1回出るとか、2回やって1回出るということを保証するわけじゃないですよね。割合の話なんで。でも実際そうしたら、その、そのことがどの程度起これるのかっていうことを、えー、見積もると言いますか。例、え、題、ー、1で言うと、その1枚の効果を裏表400回投げるときに、えー、表が出る回数が180回以上、200回以下になる確率ってどんな確率かなとかいうふうなことを、 考えてみようみたいな、まあ、考えるったって計算をするっていうことになるんですが、どんな計算かって言ったら、まあ、数学 A の勉強をしっかりできてる子たちはどう考えるかっていうと、じゃあ180回表が出る場合の確率、181回、182回、そして200回までの確率を、まあ、全部排反な事情なんです、それを足すっていうことをやるんですかとかいうふうなことを言うわけです。当然それで、まあ、正しい数値が出るんですけども、えー、そういうことをするんじゃない。 まあ実際そういった400回投げるというのは十分に多いね回数なんで、そのことをある、まあ、推定という考え方でえ計算する、正規分布に近似して考えるんだよっていうふうなことを言うんですが、こういったことがそういったことで計算できるようになるよって言った話をしたり、例題2ではサイコロを何回投げれば、1の目が出る確率が6分の1に0.03の幅で近づく っていう,ふうに言えるかでそういった確率が95%以上になるのはどれぐらいの大きさだろうって,って、これちょっと説明するの難しいんですけども、最初の段階で生徒に。でも、まあ分かる子には分かって、あそういうふうな話か、つまり6分の1っていうふうに割合では計算できたけど、実際何回ぐらいやったときに、やっとまあそういった6分の1に近づくかっていうのは、まあ、数学への教科書でもそうやって回数をやって、6分の1に近づいていくっていったことは実際、実験的に、まあ実験的にというかまあ、 その教科書にもそういうことの引き先はあるわけですけども、その数値をし,あのしっかり割り出すようなことをやっていきましょうと。こういうことができるようになるんだよみたいな話をすると、あ、なるほどっていうふうな、まあ、そういうことで勉強が始まるっていう感じですね。はい。で、えー、っと、ある、先ほど申し上げた10回の授業の中で、まあ、授業の理解度というか、よくわかった、わからなかったみたいなことを、まあ、あの、アンケートを取ると、 5回目までが二項、まあ、分布終わって正規分布連続的なあの確率変数というか連続的確率変数関数これを指導するタイミングぐらいからちょっとずつ雲行きが怪しくなってきます。えー、正規分布の応用に入ってくるとやっぱり難しいと感じる部分があるようで、えー、どの部分かっていうより細かいところあそれぞれにあってなかなかここで一つっていうふうな話はできないんですがおそらく先ほどの積分との絡みの中で えー、出てくることとかなちょっとその後こともあの後でまとめてるんで話をしたいと思います。大体いいこの辺りでちょっと線が引けるかなというところなんです。で、えっと、前半の,その今言ったこの赤の線までのところでどんなあの指導をしていくかっていうと、えー、まあ確率分布を求めようってどういうことかっていう理解。で、確率分布から平均とかその分散標準偏差を求めることができる。で、辞書の独立と定義なんかもここで仕込んで。 そして二項分布の導入に入ります。でここに来ると、ここでやってた確率分布でやってたことっていうよりも、二項分布のおかげで、えー、平均のとか分散の計算方法、これも証明があ,あって、それで簡単に計算できるよねっていうことを理解させます。で、そうしたあと、次に、えー、連続型、まあ、離散型と連続型の違いを理解させた上で、正規分布の導入という流れで、ここぐらいからちょっと難しくなってくるなっていうことで、何が難しいって感じるかって。 えー、もうそこは先ほどそれぞれだって言ったんですがここじゃないかなと思っているところがあって理算、えーえーまあ、型というか、まあ、これもまあ連続型っちゃ連続型。まあえー、と要は理、え、算、ー、型だとその確率変数にそれが起こる確率をかけてって言って足していくというそういうまあ平均の計算の仕方をするんですが、まあ、連続になるとそれが積分になりますね、まあ確率だけの計算で言うと その例えば150から175の確率はあったら0.325とか0.250とかこういったものを足すっていうふうなことで足し算していくっていうことと、えー、連続型だったら積分するよねっていうのはなんとなくイメージあの持ってもらえるんですが平均になってその x×fx をこう積分するっていうふうなことっていうのがあ、まあ、シグマの計算と。 インテグラルと、でから理算がシグマで連続が積分なんだっていう感覚って、やっぱり数理の勉強終わったところの子たちっていうのは、そこまでの深い理解というか、まあ、なかなかないわけです。数算やって、空分球積法やってみたいなことをやっていくと、ちょっとずつその積分っていうのはこう、まあ、極限のこう連続的なものを加算していったものだといった、そういう認識を持ってもらえるんですが、その辺がやっぱりなかなか難しくて定着しにくい部分なのかなというふうに。 まあ要は、本質的な違いはそこにないと。その連続的なものの場、えー、理算的なものの場みたいな、そういった感覚で言えば、まあ、違いはないのかなって言った、まあ、そういったことをこ一生懸命伝えるわけですけど、そこがなんか難しいっていうふうに、あの、感じる部分なのかな。まあ、そんなことを考えずに、こうやって計算できるのって覚えなさいっていう話をしてしまえば、それはそうなんですけども、はい。まあ、そのあたりから、あちょっとずつ難しいなと感じるところなのかな。 あとは、えっ、ー、と、正規、移行分布から正規分布への近似、そして、Z 変換みたいなところの、この標準化した後の読み取りっていう、この一年の流れも、やはり難しいと感じる部分っていうところかなっていうふうに、まあ、指導のところでちょっと時間かけたいところっていうふうなことです。はい。で、えっ、ー、と、最終的に、その、我々が確率統計を教えるって言ったときには、 えー、この正規分布に従うといったこと、まあ、様々なデータとかは、そういう社会現象で捉えるデータなんかは、こういう正規分布に従うんだよというふうな話とか、まあ、仮説検定とかをその下で行うんだよといったこと、まあ、この山のこの形が、まあまあ、もうそれがあるからできるんだといった話をしながら、えー、こういう平均ですね、標本平均の、その平均自体を変数として扱っていくといったときに、 ここも用語として難しいんですけど、これ、それこそ今度先生にお伺いしたいんですが、教科書には、ほとんどの教科書で、の平均の平均っていうふうな表現をするんですね。標本平均の平均みたいな言い方を、あの、するんです。まあ、それはもちろん間違えてるわけじゃなくて、あの、そういうふうな言い方をして勉強していくんですが、まあ、直感的に平均の平均って言われると、なんかこうど、どういったものの平均を取ってるのかって言ったことがこう、 入っってここないって言ったことたがあるわけです教員の中でもこれ難しいなというふうなことを言う先生も多いですね。で、まあ、ある教科書なんかはあの期待値の平均というふうな言葉をちょっと使い分けて、数件出版だったかなはそういうふうなあの表現をしてたりとかで、まあ、そういう工夫があるのかなというふうに思ったりするんですが、でも、どういうことが分かってたらそこに、まあ、その平均と平均のクラッシュが起こらないかって、えー、考えるときに、これ大文字が、えっと、 変数なんですよね,そね大文字変数で小文字は1個1個の値とそういうふうなあのことをまずは分かっておくということとだから確率変数のその平均自体がもうそのいわゆる変数として扱われてるんで標本平均のが変数そしてその平均みたいなそういったことがあの、うん、感覚的にこう身についてくると、まあ、そこまでのこう違和感を感じなくなってくるんですが。 はい。まあ、そういったことも、この政党にとってはすごく難しいというか、最初の段階で、こちらがそのことをちゃんと落としとかないと話がしにくいなっていうのはすごく感じた部分でした。はい。で、えっ、ー、と、最終的な締めくくりといいますか、まあ、このあたりも、えー、難所の部分なんですが、えー、募集団のことがまあ何も分かってないと。全く何も分かってない。その中で取り出したものの、えー、平均と、えー 標準偏差が分かってるでその標準偏差はこっちで読み取る、もうこっちもそういう、まあ、分布になっているっていうふうにするんだよって言ったことは、もうするんだよって言うしかないんですが、えー、っとそういうふうなあの話ですよね。母集団というのはもうな、ね、分かってないから、そんなから抽出して調べていくということだから。だから問題によっては母集団の標準偏差が分かってるみたいな問題もあったり、分かってないっていうふうな問題の方が普通なんだろうなと思うんですが。 そこはここでこういうふうに置置いてやるんだよって言ったことも、まあ、政党の中ではすごくこう違和感を感じる部分だそうで、まあそ,そう、私もそういうふうに思うことがあります。それは、あの、な何も分かってないものなはずなのに、標準偏差だけ分かってるって変だもんなとか言ってそういう話を一緒にしながら授業をするわけですが、まあ、こういう状態がだから普通なんかな。取り出したものの分布が分かって、で、平均が分かって、で、そこから推定していくって言った、まあそういったあの流れですね。 はい。まあ、そういった、まあ、授業の中で苦しいなと思う部分だったり、生徒が苦しいなっていうふうなことを感じる部分なんかを最後に話をさせてもらって、えー、これからどうしていくかということなんですけども、えー、我々は、まあ、確率統計を指導していく上で、二、え、項、ーまあ、分布までの指導は割とスムーズにいくなということを思っています。スーッとまあ入っていく。まあ、計算もそれなりに簡単だな。 だからその後の指導にどれぐらい時間がかけられるか。だからできるだけそこまでは、えー、テキパキと進んでいって。で、ここまで一回小テスト挟んで、で、しっかりここから、ここまでの知識確認した後で、丁、え、寧、ー、にやっていきましょう。で、その時に、まず3本立て、二項分布、正規分布、推定。このワードの中で何を問われているかとか、二項分布はどういうものか。正規分布に近似する。正規分布から正規分布を見て数値測る、取るとか、そういったことをきっちりマスターしていく流れを作ってあげる。 でそうしながら、まあ、担当者間で難所の共有、まあ、どこが難しかった、どういったところで生徒つまずく感じがあるかな、みたいな、まあ、そういったことを抑えながら、我々は確率統計、まあ、格闘っていうふうに省略している、呼ぶんですけども、まあ、文字通り格闘していくという、まあ、そういうふうなあのことで、我々は今、まあ、大阪府全体としても、えーこ、ここをどういうふうに指導していくかといったことと向き合ってやっていってるというふうな次第です。 ぜひ、あの、この後の、また、いろんな交流で、えー、アドバイスをいただけたら、ありがたいな、というふうに思っております。えー、本日はご清聴ありがとうございました。